また包囲されたのか。倒しても倒してもこれじゃキリがないな。しかしこの敵は一段と数が多い。ここを切り抜ければ事態は好転するかもしれんな。感じる。すぐそばまで来てる。ジュドウ。どうした？ジュドウが来てるの。この近くにきっといるよ。ジュドウ。彼女と共にこの星に来たパイロットのことだ。そうか。しかしそいつがすぐそばに来てるなんてどうしてわかるんだ？私ね、ジュドウがそばに来ると胸がキュンキュンするんだ。とっても気持ちが良くなるの。それはそういうもんなのか。そういうものなんじゃないかしら。彼女には妙に勘のいいところがあるからな。だが今はこの戦いに集中しなくてはなるまい。幸いここは背後を気にする必要のない非常に守りに適した場所だと言えるだろう。じっくりと前線を押し上げれば勝利は見えてくる。そうだな。レインはここでじっとしていろ。俺たちが敵を押し返す。ジュドウどこにいるんだろう。敵になっちゃったら私どうすればいいの。随分と敵が増えたものだな。倒しても倒しても敵が増える。しつこい奴らめ。私の敵ではないな。残念でした。私の勝ち。サラ・レコアは敵の本体に向かえ。
私強い。させない。こんなことで強化人間か。ここから紛れ込んだというのだ。あれは以前に戦った。気をつけろ、油断ならない敵だぞ。過剰な期待には応えたくなるものだな。作戦成功、バッチリだね。戦士に年齢は関係ない。それを見事に証明しているようだ。やったわね、ドモ。やったな、プル。
戦士に年齢は関係ない。それを見事に証明しているようだ。ずいぶん臆病になったものだ。私も。攻めだ。しかし私はまだ死なん。やったな、プル。やらせはせんよ。確かに、プルがここにいるんだ。え、プルが？どうして？ちょろちょろとうるさい雑魚め。戦士に年齢は関係ない。それを見事に証明しているようだ。作戦成功、バッチリだね。プル、どういうつもり？ルーは私と柔道のこと邪魔する。ルーがいると私柔道のところに帰れないもん。二人ともやめろ。ブル、いい子だからもうやめてこっちに来なさい。柔道がこっちに来ればいいじゃない。ちょっと何言ってるのよ。柔道には大事な仕事があるの。いやだ、私は柔道と遊ぶの。ブル、いい加減にしなさい。ああ、柔道はルーの味方するんだ。私のことどうでもいいと思ってるんだ。ブル、嫌いだ、嫌いだ、柔道嫌いだ。
ういうことしてるとみんなに嫌われるからな。いいよ別に、私はジュドウだけで疲れればいいんだ。いや、それは無理というものだ。そういうこと言ってんじゃないでしょう。ダメ、行け。このままじゃまずい。撤退する。ジュドウ。ブル、ジュドウのことは任せろ。今は目の前の敵に集中するんだ。ガンダムの右手の反応が遅い。調整不足なんじゃないのか。抵抗は激しいようだな。倒してみせる。Thank you.
私強い。ブル、どうしてもやるって言うなら手加減しないぞ。やっていいことと悪いことがあるんだからね。分かってるもん、私は最初から本気なんだから。ルー、敵戦艦を叩くぞ。あれを沈めればこっちのもんだ。オッケー、任せといて。そんなこと、あなたの方がよっぽど仲いいわよ。え、本当？じゃあ柔道を私にちょうだい。いいでしょ。子供はこれだから。柔道、待ってくれ。いけ。ブルは。分かってるよ。でもこっちだって負けられないんだ。やってくれるね、プル。まだそんなことを。わかった、あるよ。なってあげるからおとなしくしなさい。悔しいけど、投降する。仲間には手を出さないでくれ。え？ジュドー何言ってるの？ジュドーもジュドーの仲間も私たちの仲間になるだけだよ。それだけでいいのか？地球は…って、なんだ？この星の力を束ねたものよ。
よくぞ成し遂げた。これよりこの星は地球へと降りる。地球に永遠の繁栄と支配をもたらすため、ダンジナは我が剣とがある。バカな、我々の戦いの答えはこれだというのか。クソ、戦って敵に勝った、その俺たちが悪だというのか。そんなことって。